雨と夢の後に、は、龍美里原作のファンタジーや幽霊を題材とした小説。野生時代で、連載の後、角川書店から2005年4月に発行。2008年4月に刊行された角川文庫の解説を角田光代が担当。それをモチーフとし2005年に、テレビ朝日の金曜ナイトドラマで放送された、テレビドラマ、および舞台作品である。 小学6年生の雨は父親で写真家の朝晴れの帰りを待っていた。朝晴れは昆虫の写真を撮りに台湾に行ったきり全く連絡をよこさず雨は数と寂しく暮らしていた。雨の母親は雨が2歳の時に失踪しそれ以来父子2人で暮らしてきた。そんなある日雨は不思議な夢を見る。朝晴れがよくコントラバスで弾くフォーレの 夢の後にが聞こえてきたのと同時に穴へ落ちていく。その穴の中には朝晴れがいた。音信不通になってから10日後、雨が学校から帰ると朝晴れが帰ってきていた。朝晴れは高等期下揚げ派を捕まえようとして穴に落ちてしまい、なんとか救助してもらって帰還したのだ。元の生活に戻った雨だが、だんだんと朝晴れの行動に違和感を覚えるようになる。 2005年4月15日から6月17日まで毎週金曜日23時15分翌0時10分にテレビ朝日系金曜ナイトドラマ枠で放送された。主演は黒川智香と沢村和樹。主要人物など重なるところもあるものの内容は小説とは全く別物。テレビ朝日では2007年2月15日から2月28日に 月金曜日13時55分から14時49分で再放送。生前から好意を持っていた人、霊能者、または自分自身も幽霊である人しか幽霊が見えないという設定である。いつ朝晴れが雨に自分の死を知らせるのか、朝晴れと野中マリアとの真剣争い、朝晴れと秋子との関係が進展するのかが中心となる。また、 秋子は朝晴れに好意を寄せているという設定。物語は二人暮らしをしていた、中学生の雨とその父親、朝晴れ親子が主人公である。朝晴れは、自らのライフワークとする蝶の採集で、たびたび外出することが多く、雨はそれに対する思いが募る。しかしある時台湾に、高等木下揚げ派という幻の蝶を捕まえようと、 出かけた朝晴れが、不慮の事故で帰らぬ人となってしまった。だが、雨の朝晴れに対する思いから幽霊となって、雨の元に帰るが、自らが死んでいることには全く気づいていない。しかし、ある日同じマンションに住んでいる隣人、秋子に自らが幽霊であることを知らされる。雨はまだ朝晴れの死を知らない。桜井家の住むマンションライブハウス、ロストル、 杉並区立アスカ第三中学校その他ゲスト2006年に演劇集団キャラメルボックスにより舞台化され、その後2013年に同劇団で再演された。原作からは登場人物の年齢、職業や人間関係等設定変更がされ、合わせて舞台オリジナルキャラクターも追加されている。2006年初演で主人公雨役には、 当時11歳の福田真由子をゲスト主演として迎え、脚本、演出は、なるいゆたか、ましばあずき、公演日程は7月20日から8月20日に東京、サンシャイン劇場、8月24日から31日に、大阪、シアターブラバ、にてそれぞれ上演された。OP ダンス曲は、ドラマ同様、奥田美和子の、雨と夢の後に、が起用された。 2013年再演と同時に、派生作品である、ずっと二人で歩いてきたも上演された。2013年7月29日よりォブにて2013年版キャストでのオーディオドラマが配信されている。2006年版2013年版愛用2013年に、演劇集団キャラメルボックスが再演するにあたり、竜、三里玄安、なるいか脚本、演出で、 ずっと二人で歩いてきたもう一つの雨の物語が舞台制作され、雨と夢の後にの東京公演、大阪公演時に同時上演された。あらすじ、雨と夢の後にから5年後。18歳の大学生になった雨はアパートの前で隣人の栗原正俊が倒れているのを発見し、正俊を部屋へと運ぶ。その部屋にはウッドベースがあり、 後日雨が尋ねるが正俊は同居人がいるからと入室を拒んだ。だが、同居人の姿を見たことがある者は誰もおらず、出演。ありがとうございます。